職プロジェクトは少年院や刑務所の出所者が犯罪を繰り返さないよう社会復帰を支援することを目的としています札幌を除く道内の地方都市では初めての開催となった会議には出所者を受け入れる企業のほか刑務所や少年院の職員らが参加し円滑な就労支援について話し合いました労働者不足っていうのがあると思うんですがまずその障害者の方も含めて受刑者の方も採用しようと。 法務省によりますと、2020年に検挙された人のうち、再犯者の割合は過去最悪の49.1%に上っています。